おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですね、キンキンにこっちょっきりぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これでやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日もね、コメント紹介からいきましょう。連日登場してますかけるさんとカムイさんからのリクエストで、サントリーのね、エナジードリンクをね、やってほしいっていう風にコメントをもらってます。本当にね、リクエストありがとうございます。でこのシリーズめちゃくちゃ種類多くて、昨日までね、9種類飲んできました。確かね、飲んだ順番これで合ってると思うんですけど、なんかね、分かんなくなるぐらい、めちゃめちゃ種類多いなっていう感じです。この中でも箱買いじゃないと手に入れなかったのがこのファイアーウォールっていうやつ で、今日最終日にね、ぶっ決めるこのね、マッドハッカーってやつも手に入らなかったんで、箱買いをね、ぶっ決めております。もうね、ほんと苦労しました。いや、缶のデザインがね、かっこいいっすね。ちょっとどれとも違いますね。これもカロリーがあって、カフェイン 75mg 入ってるってやつになってます。さあぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍っております。冷気も出てます。かっこいい、テンション上がりますね。さあ飲んでいきましょう。さあ今日のコンディション、今日もですね、仕事終わりの風呂上がりですね。わ、こぼれた、やってもうた、ごめんなさい。わ、なんだこれ、ちょっと赤っぽいな、こんなやつ。うわ、え、ファンタグレープっぽい、予想と違った。うわー、もうね、仕事めちゃくちゃ疲れるんすよ。まあ当たり前なんですけど、コンディション最高ですね。こぼしました、ごめんなさい。匂いがですね、ファンタグレープやん、これめっちゃ美味しそうやん。さあぶっ決めていきましょう。じゃあ、ゾーンのマッドハッカーですね、最終日行ってきます。いただきます、乾杯。冷たさの刺激だ。あー、危ねえ、ファンタグレープやこれ、めっちゃうまいなこれ。あーですね、これ成分見たら左上の方にブドウ果汁って入ってるんで、匂いも味もね、ファンタグレープですね。これすげえな、うめ、これが一番うまいか。さあラストね、ぶっ決めましょう。いただきます、乾杯。うわー、ジュースめっちゃうまい。あー、さあお疲れ様でした。全ね10種類飲んだんですけど、こんなにあるってね、知らなかったんですよ。探し回ったし、この辺じゃやっぱ買えないやつもあったし、これもか。で、モンスターの時はね、ゼロカロリーのフレーバーも結構あったけど、このゾーンはですね、こいつだけかな、ゼロカロリーが。ですね、あとはね、全部カロリーもあったんですよ。種類もある、買えないやつもある、カロリーもある。あとはね、モンスターと違ってこれ量も多いんですよね、500なんで。かなりね、飲み応えもあってね、楽しめる、そういったシリーズでしたね。ありがとうございました。で、このあの目がバキバキのやつですね、これがまあカフェイン1本あたり 150mg 入ってるってやつで、結構多いんですけど、まあ、これ含めてね、こう毎日っていうか、こうカフェイン取りましたけども、別になんてことないっていうね、僕はそういった感じなんで。でもまあこの間だけですけど、こう取り方、摂取の仕方、結構ね、注意書きも書いてましたんで、その辺しっかり守ってね、飲んでもらったらいいかなと思いました。で、もう今日途中言っちゃいましたけど、僕はこの中でね、一番美味しかったのはこのマッドハッカーですね。これはね、エナジードリンク的な要素もなくて、普通にね、ファンタグレープでしたね。すごかったですね。これはうまい、これはほんとうまい。昨日飲んだこのかけるさん一押しのね、ファイアウォールも美味しかったし、個人的にはこれの次にこのピーチネクターをね、思わせる、これがね、うまかった、ユートピアか、これがうまかったですね。さあ、っていうことでね、ほんとめちゃくちゃね、楽しめる、そういったね、ドリンクだったんで、もしね、飲んでみたくなった、気になった方いらっしゃれば、ぜひね、試してみてください。さあ、最後にですね、今回ね、このゾーンのエナジードリンクリクエストくれたかけるさんとカムイさんですね、ほんとにね、僕、リクエストもらわないとこんなに飲もうと思わなかったんで、やっぱりね、好奇心がね、刺激されるんですよ。探し求める時も好奇心がね、刺激されるし、飲むのもやっぱ楽しかったんで、本当にね、今回リクエストくれてね、ありがとうございました。
はい、これからもですね、いろんなものをですね、このキンキンに今年の菌ぶち込んで飲んでいきますんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。無敵のゾーンに近づいた。